チャオ、あっちゃんです。今日も、テレビ見て思ったことをまたグダグダとお話ししたいと思います。はい、あっちゃんなんかねちょっとこれ気に入っちゃって、別にねそんなに再生数増えてないねんけどもね、あっちゃん楽しいからやってるだけなんですけど、よかったら見てください。はい、今日はね、今日はねって、昨日からかな、ニュースでよくやってた映像やねんけどもね、霊感商法で何億か詐欺したところに警察官突入した映像のニュースがめっちゃ流れててね、あれ見てて、ね、警官が最初ね、刑事か警官か知らんけどもね、丸棒やと思うけどもね、はい、ベランダによじ登って、ここ開けなさい、出なさいみたいな感じに言うててんけどもね、だんだん言葉が荒くなって、うらってもう巻き舌で、どっちがヤクザっていうか、どっちが悪いや犯人やねんみたいな言葉遣い、うらってあげろ、うらみたいな、うらって悪い言うたんかな、何しとんじゃボケみたいなこと言ってたんでね、ちょっとね、その言葉のこと、確かにね、その優しく開けてねって言っても、犯人開けるわけないやろうけどもね、それ見てた近所のじいちゃんばあちゃん、もうびっくりしてたもんね。映像ね、だからその言葉って人間の品位とかが現れるんやなって思いました。はい、だからね、確かにね、警察官丸棒の人ってどっちがヤクザやねんみたいな人が多いけどもねっていうか、そうでないと多分ヤクザさんからね舐められるんかもわからへんけどもね、それにしても言葉遣いってやっぱり警察官ってやっぱり一般市民を守る人よやねんから、言葉遣いって大事かなってあれ見て思ったんね。まあ、あちゃんの勝手な何て言うのかな、考え方やねんけどもね、あとね、いろいろ気になるのが、今朝もね NHK の、番組でなんかお料理の先生が出てきて、冷たいまんま冷えたまんまで全然食べられるって、全然食べられるっていうのはねなんか違うと思う。はい、全然っていうのは否定の言葉やし、食べられるっていうのは、肯定な言葉やし、それを一緒に使う、使ってるよ、あちゃんも使うよ、でもそれを NHK でその言葉使うのって思ったりね、意外と結構あちゃんね気にしないタイプなんですよ、いろんなこと、年上年下で、年下のあちゃん結構ね意外と年食ってます。はいで年下の子に舐められてタメ口聞かれたりよくします。でも全然気にしません。はい。だって精神年齢13歳だもん。でもね、そんなんどうでもいいんやけどもね。あとね、今日朝からね、朝の番組、で、なんかね、給食、学校給食かなんかのとこ行ってたタレントやねんけどね、食べれる。ら抜き言葉ですかって。まあね、みんなやってると思う。で、他の番組でもね、結構おばあちゃん、もう60代ぐらいのおばあちゃんかな、なんかインタビューしたら食べれるって言ってた。食べられるです本当の日本語はって。あっちゃん意外とね気にしないけどね、ら抜き言葉とか下品な言葉とか好きじゃないんですね。はい、本当はね。だから極力あっちゃんも時々ポロッと出ちゃうけども言い直したり、そこは気をつけるようにしてます。はい、だってね言葉で品位疑われるもんって思うの。確かにね、あっちゃんそんな上品でもないし上流家庭でもないです。はい、もちろん貴族でもないです。はい、だからそんな、言葉遣いに気をつけるっていうほどのこともないねんけどもね、やっぱそのなんていうのかな、育ちが悪いよっていうの思われるの嫌やしね、そこだけは気をつけるようにしてます。はい、ね、何のことやらって感じやねんけどもね、今日はねその昨日のニュースを見てなんか違うよって思いました。はい、ほんまにね言葉遣いだけは、人にね強要しません。変な言葉遣いしてるからお前直せよって言いません。でもね、あちゃん自分は気をつけるようにしていきたいと思いました。はい、で、ね、昨日かな一昨日かな、なんかテレビでね日本語池上さんが日本語は昔は
こんな言葉やったんが時代を経て変わっていく、全く違う意味を持ってくるって言うけど、言葉は生きてるから、うん、言葉っていうのは変わっていくんだよみたいな話してたしね、まあそうだよねって思いました。ただやっぱりね、オラオラな言葉、なんかヤクザ系なね、偉そうな、ね、昨日のあの突入のヤクザなんか犯人なんか警察なんかわからん、あの言葉遣いはちょっと見とって見苦しいよねって思いました。はい、っていう感じでね、今日はね、今日のあっちゃんの愚痴動画はこの辺で終わりにしたいと思います。うん、ね、他にもいろいろあるんやけどもね、はい、一本一本別撮りにします。一本でやってまうとね、めっちゃ長くなっちゃうんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではまたね、バイバイ。